今回はプレミアリーグを2連覇しているマンチェスターシティにとって攻守に欠かせない存在となっているポルトガル代表ベルナルド・シウバについて紹介したいと思います。シティでは主にインサイドハーフでの起用が多くなっているシウバはドリブル、パス、シュートとアタッカーに必要なあらゆる能力を高い能力で兼ね備えている選手です。また豊富な運動量と高い守備意識があるためチームのために身を粉にして働くことができる選手でもあります。そんな彼は希代の戦術家であるグアルディオラ監督の複雑な戦術に対応できる卓越した戦術眼を持っていて、どのような局面でも常に落ち着いたプレーを見せることができます。このように高い攻撃力を持っている選手ながら90分間ハードワークを続けられる選手というのは現代サッカーの中でも唯一無二の選手であると言えるでしょう。1994年8月10日ポルトガルの首都リスボンで生まれたベルナルド・シウバ。そんな彼は幼少期からサッカーに触れて育つと、2002年7歳の時には地元リスボンを本拠地とするポルトガル屈指の名門クラブであるベンフィカの下部組織に入団します。下部組織入団後は類まれなる技術の高さと豊富な運動量を生かしてカテゴリーを上がっていきますが、10代後半になった頃、彼は低身長を理由にクラブから出場機会を与えられなくなってしまったのです。身長という改善しようのない問題に直面しもがき苦しんでいたシウバでしたが、この時救いの手を差し伸べてくれたのはベンフィカの下部組織でコーチを務めていた元ポルトガル代表フォワードのフェルナンド・シャラーナでした。シャラーナ自身も163センチとかなり小柄な身長ながらポルトガル代表で活躍した経験を持っており、ある日シウバを呼び出すと、よく聞くんだ、監督にフットボールを見る目がないだけで君はここで一番の選手だ、いつか君がチームに欠かせない存在になれる日がやってくるよと心強い言葉を送ってくれたといいます。シウバはこの時のことを振り返って、彼の言葉が僕の背中を押してくれたんだと、どん底に落ちていたサッカー人生を救ってくれたことを語っていました。その後彼は再びクラブから認められるようになると、13、14シーズンにベンフィカの B チームに昇格すると、7ゴール7アシストを記録しリトルメッシなどと呼ばれるようになります。そして2013年10月にトップチームデビューを果たしたシウバでしたが、ベンフィカでは出場機会を得ることができませんでした。その状況を見た彼の代理人だったジョルジュ・メンデスは出場機会を得るためにフランスリーグ1のモナコへのレンタル移籍を実現させます。この当時モナコはハメス・ロドリゲスやファルカオなど中心選手が移籍してしまい、その後釜を探している状況でした。そんな中でチャンスをもらったシウバは期待以上の活躍をモナコで見せると、すぐにレギュラーに定着。2015年1月には完全移籍を勝ち取り、結果的に14、15シーズンは実質トップチームでプレーする1年目だったのにもかかわらず、リーグ戦32試合の出場で9ゴール3アシストという素晴らしい数字を残します。モナコへの移籍が見事にはまったシウバは続く15、16シーズンも攻撃の中心選手として活躍し、リーグ戦32試合で7ゴールを記録しました。モナコでの3シーズン目となる16、17シーズンはチームの好調に合わせて彼自身もさらなる活躍を見せていきます。このシーズンモナコは現在ビッグクラブで活躍しているメンディ、バカヨコ、ファビーニョ、そしてムバッペなど若きタレントが揃えていました。そんなチームの中でも10番を背負っていたシウバはチームを牽引する大活躍で、リーグ戦ではライバルパリ・サンジェルマンとの優勝争いを繰り広げていきます。結果的にリーグ戦37試合に出場し8ゴール11アシストとキャリアハイの数字を残す活躍でチームの優勝に大きく貢献。さらにモナコではチャンピオンズリーグでも大躍進を見せて、グループリーグを突破するとベスト16ではマンチェスターシティ、ベスト8ではドルトムントを撃破しベスト4に進出します。準決勝ではユメントスに惜しくも敗れたものの、シウバ自身の評価を大きく上げたシーズンとなりました。その結果彼は2017年5月にチャンピオンズリーグで戦ったマンチェスターシティへ完全移籍することが発表され、世界最高峰と言われるプレミアリーグの舞台に臨むことに。スター選手が揃うシティの中でシウバは加入初年度からグアルディオラ監督の信頼をつかみレギュラーに定着。屈強なプレミアリーグのフィジカルの強さにも対応して、リーグ戦では35試合に出場して6ゴール5アシストと加入初年度の選手としては十分な数字を残してチームのリーグ優勝に貢献しました。続く18、19シーズンもデブライネと共にチームの中心選手といえる選手に成長すると、首位攻防戦となったリバプールとの試合で獅子奮陣の働きを見せてチームの勝利に貢献。この試合後にグアルディオラ監督は、
ベルナルド・シウバが全てをやってくれた。彼は一番小さい選手だけど、フットボールをプレーするのに高い身長や優れたフィジカルなんて必要がないことを示したんだと、圧倒的なパフォーマンスを見せたシウバに最大級の賛辞を送っていました。このようにチームにとって欠かせない存在となった彼は、このシーズン全公式戦を合わせて51試合に出場する活躍で、自身初となる PFA ベストイレブンに選出されると、チームのシーズン最優秀選手にも選出されました。完全にチームでの地位を確固たるものにしたように見えたシウバでしたが、19、20シーズンに少し出場時間を減らすと、続く20、21シーズンにはリーグ戦26試合のみの出場となってしまい、徐々に出場機会を減らしていってしまいます。その結果、21、22シーズン開幕前にはバルセロナなど複数のビッグクラブから関心を寄せられていたこともあり、シティ退団が濃厚と噂されていました。しかし移籍の話はまとまらずに、21、22シーズンもシティでプレーすることになったシウバは、さらに出場機会を失うのではないかと予想されましたが、過去2シーズンの不調を払拭するようなプレーを披露。インサイドハーフの位置で攻守両面にわたって活躍を見せると、再びチームの中心選手に返り咲き、リーグ35試合の出場で8ゴール4アシストを記録し、チームのプレミアリーグ制覇の立役者となりました。しかしながら、この夏もバルセロナへの移籍が噂されているシウバですが、ワールドカップイヤーとなる大事な22、23シーズンはどのクラブでプレーする姿が見られるのでしょうか。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。このように一時期は体が小さいことによってサッカー人生でどん底に落ちた経験を持つシウバですが、諦めることなく自分ができるプレーを磨き続けた結果、世界を代表する選手に成長していきました。これからもその進化はとどまることを知らないと思うので、22、23シーズンからも彼の素晴らしいプレーに期待したいですね。今回の動画はいかがだったでしょうか。今後もこのような動画を上げていきますので、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画で。